島トネリコは木製化トネリコ属の植物の一種。別名台湾塩地、台湾トネリコ、台東塩地、ケタイ台東塩地とも呼ばれる。日本では沖縄県に、また中国、台湾、フィリピンからインドに分布する、常緑紅葉樹の高木、または半常緑紅木、株立ちと一本立ちがある。葉は、鵜上腹葉で、 小葉の養診は3から10センチメートルで耐性し、角質で表面は無毛で光沢がある。灰色は明るい緑色をしている。常緑樹としては葉の付き方はやや荒い方である。死ゆ別株。花期は5から6月頃で枝先や葉液から塩水果樹を出して緑色を帯びた白い小さな花を多数つける。果樹のまとまりは大きく、枝先を覆う。果実はで、 長さ2.5から3センチメートルのヘラ形をしたと、日張り形で夏に時間が白く見えるほど多数つく。翼の中に細長くて赤葛色の種子が入る。庭木、公園木、鉢植えにされるが亜熱帯の植物であるため、関東以南でないと路地での越冬は困難である。低温以外には気を使う必要がなく、 病害虫も少なく強健であるが成長すると10メートルを越す高木となる。植栽的は3月中旬下旬、9月下旬から10月中旬とされる。島とネリコについたカブトムシカブトムシが集まる木としても知られるが、島とネリコを育成する業者からはカブトムシによる食害が報告されている。他には主に8月頃、ハマキムシ、島検問の糞被害がある。 2021年夜間に島とネリコに集まるカブトムシはそのまま昼も活動を続けるという調査結果が論文誌に報告された。熱帯地方では家具材として使われるウィキメディアコモ Commons には島とネリコに関するメディアがあります。ありがとうございます。